そこがそうだったら幸せ。都会で生まれて育ってるもんね。
ね。一ヶ月ぐらい山で生活してみると。全然馴染んじゃうと思うよ。いいんじゃないですか。近所の人ととても仲良くやってるね。それは変わんないですけど、どこ行ってもね。そう。ご飯作って食べに来てって言ってると思う。うん、いいですね。まあ、福島もね、田舎ですけども。うん。これからね、ぶどうが美味しくなるんですよ。美味しい果物いっぱいあるね。こないだもらった桃も美味しかった。もうあったすか。もうすごい美味しい桃初めて食べた。フレンジ君がね、今日先週、まあ、僕のお家にずっと泊まってたじゃないですか。うん、フレンジ君桃食うかって、うん、もらったやつなんだ。羽物をね、箱に一つもらってて、うん、山積みでね、はい、もらってたやつ、これ食うかって5つ剥いてあげたんですよ。はいはい、全部食べた。あ、うまい。いや、うまい。ちょっとね、別の食べ物だったら本当に今まで食べた感じのものと、ね、香りも、ね、うん、口当たりっていうかも。ほら、あの時ほら台風で、うんうん、落ちちゃってたやつを。ああ、そうかそうか。落ちたやつ、上物になんないから。なるほどね。それが羽物っていうの。形悪かったり、したやつを全部もらえるんですよ。うん、でも味はね、別に。同じです。同じですもんね。ただちょっと見てくれがとかだったりと、落ちちゃったってだけですもんね。それが美味しいんですよ。うん、いや、美味しい。赤月って言ってましたよ。赤月。ね、赤月。箱に書いてあるんですよね。うん、とね、偉そうに、これね、うめえんだよこれさ、もらったくせに。そう、もらったくせに。美味しいですね。いや、美味しいものいっぱいある。ねえ。まあね、まあ、福島からこうやって来るんですけども、もちろんね、やっぱり福島にね、来てほしいっていうのがありますね。これからいい季節になり、なるしね。うん、はい、ね。いい季節になりますよ。キノコも美味しいし、あ、キノコダメか。放射能。キノコはダメか。そう。キノコはね、結構染料出るんですよね。あ、おいちゃんがケーキ買ってきてくれた。あら。やだ、ごめん。もうだ。どうしよう。すごい。いや、本当にジャストの日っていうのはなかなかないからね。そうですね。ごめん、どうもありがとうございます。いやー、届いちゃった届いちゃった、ありがとうございます。すいません、素晴らしいですね。嬉しい。まあ、リスナーさんもね、みんなアットホームな番組ですよね。ありがたい。さあ、もんちゃんの曲もそろそろ聴きたいな、はい、そうですね、生の曲。今日は何歌おうかなって考えてたんですけど、うん、いっちゃう、誕生日ですから。そう、誕生日。いやー、もうどうしよう。サルを生で歌ってもらっちゃう。超喜んでる。どうしよう。超喜んでる。花持って花持って。じゃあ、ラブソング終わったあたりで火をちゃんと、うん、ありがとう。いやー、ほんとすいません。さあ、いや、歌いますか。え、ぜひ。ちょっと、まーちゃんの向いちゃおう。向いちゃって、向いちゃって、向いちゃおう。